おはようございます。木村農園です。6月21日月曜日の朝5時過ぎです。今から野菜の方をね、収穫していこうかなと思いますが、6月21日、今日は何の日でしょうか。今日は二十四四節気の夏至です。夏至はね、一年で一番昼の時間が長い日ですよね。気づいてました？最近日が長くなったこと。今日がね、特にね、島根県では31度まで温度が上がるみたいで、天気がいいみたいです。この後雲がね、なくなって晴れてくるみたいですが、日焼けには十分気をつけなければいけませんね。農業するまでね、まあ特に子供の時なんか、こういう春分とか秋分とか夏至とか冬至とか全然気にしていませんでした。天気もね、雨とか晴れとか全然気にしていなくて、温度も気にしていなかったのに、やっぱ農業するとね、風も気になるし湿度も気になるし、そんなにね、詳しくはないんですが、その時その時に応じたやり方っていうのがあるんで、でまたね、島根に来てからこう雪が積もる、凍って、まあ、染みること、染みるっていうんですけどね、凍ること、そういうこととかがあったり、もうほんと天気予報なんかね、全然見なかったんですが、今はね、スマートフォンのアプリでね、結構便利なんで、一日に何回どころか何十回、台風なんかが発生してる時はもう100回近く見ますよね。で、今日はですね、野菜をね、順番に取っていきたいなと思いますので、その映像を皆さんに紹介していきたいなと思います。まずはですね、ナスビから。ナスね、1日に1本、2日に1本ぐらいかな、取っていますが、ナスの収穫はね、私はまずこの種子、枝の方の際から取るんですが、際すぎるとね、結構切り口が大きくなるんで、少しだけ残して、数ミリ残して一度切ります。で、このようにヘタをね、長、ヘタじゃないね、この部分を長く取った後、おー、カメラが沈んでいく、よっこしょ、この長いところをですね、取り除きます。今のね、あれヘタって言っていいんかな、あの部分を残しておくと、袋詰めしたりする時にね、ナス同士が当たって傷つきます。で、初めからここで切っちゃうと、こっちにね、長い部分が残るので、次ナスビとかがなったり葉っぱが出てきた時に、この残った枝でね、ヘタ、枝かヘタかわからないんですが、そこでナスが傷ついちゃうので、手間ですが一度根元で切って、でナスビの方のこの上のところで切って、このような形にします。キュウリの方はね、あまりそんなに気にしなくてですね、そのまんまもう際のところで切り取っちゃいます。結構いい感じのキュウリできてきましたね。でね、先ほどのナスもそうなんですが、もう少しね、この辺がね、茂ってくると、収穫した後にその先っぽの葉っぱをちぎるっていう、こう剪定しながら収穫していきますが、まだ木はそれまで成長していないので、今はとにかく収穫に専念していきます。白菜ですね、防虫ネットで蝶とか蛾から守っています。まあ、これは夏野菜というよりはね、冬野菜なんですが、我が家は結構ね、夏でもお鍋を食べるので、
少し作っています。白菜はね、少し倒して根元に切り込みを入れます。ずっしりしてますね。2キロはあります。でね、防虫ネットしててもやっぱりどっかから虫は入ってくるんですよね。で、穴をいっぱい開けられてしまってますんで、もったいないですが、綺麗になるまで剥いちゃいます。まあこんな感じですかね。ズッキーニね、この緑と黄色と2種類育てていますが、こっち緑の方ですね。で、ズッキーニの方は、まあ、これちょっとね、大きくなりすぎてるんですが、根元の方に切り込み入れてポキッと取っちゃいます。先っぽにね、まだ花が残っていたらこれも取ってしまいます。で、切り口をきれいにね、整えて、こんな感じですよね。わかりますかね。こことここピーマンです。ハサミでね、収穫すると切り口が綺麗で切れくなるんで見栄えがいいんですが、もうたくさんなるとハサミで取ってる場合じゃないんで、手でもね、こうピーマンとかシシトウは取れるんで、こういうふうに取ります。で、後からですね、こういうふうに切るのもいいし、もううまく手でプチッとプチプチ切ってそのまんまやってしまう時もあります。ピーマンとね、葉っぱがよく似ています。シシトウですね、ここにいます。ここですね。これもね、手でもいけるんですが、ハサミで切っときます。シシトウね、たまに辛いのがありますよね。まあ、いろんな説があるんですが、ちょっとストレス、水不足とか何か危機になると辛くなったり、あと種がね、なんか4粒以下やったら辛くなるとか、いろんな説がありますが、まあ、この辛いのが好きっていう方もいます。ミニトマト、ミニトマトはね、ここヘタの上のところにね、ちょっとくの字に曲がっているところがあるんですよね。そのこうくの字に曲がっている方を反対にひねると簡単に取れます。こっちがね、桃太郎トマトですね。これはね、先ほどみたいにクッとやってしまうと、ヘタが取れるとちょっとね、もったいないので、こちらの方はハサミを入れていきます。こちらも、収穫が終わりました。白菜ですね。で、ナス、トマトで、ミニトマトの赤とオレンジ、ズッキーニの緑と黄色で、ピーマンにシシトウで、キュウリ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 が本気出し来ましたね。ナスもぼちぼちこれから増えてきます。夏野菜はナスとトマトとキュウリがメインで、あとは家庭菜園です。さあ、今日はね、暑くなるということで、涼しいうちにできることをやっていきたいなと思います。だいぶね、エゴマ畑の方もね、乾いてきたので、畝を立てて
残りの苗を今日は無理かもしれませんが数日中に終わらしたいなと思います。では皆さん、熱中対策をきちんとして今日も一日頑張りましょう。最後まで、あ、そうそう、最近言っていなかったんですが、初めて見た方、まだ登録されていない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。で、いいねボタンをねクリックしていただければね、私のやる気が増えるんでよろしくお願いします。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。